ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。奥に見えますのが行きたいところ、聖地ゴールド。で、手前にこんなところがあったんで、行ってみたいと思います。もうどういう風に進めればいいかちょっと覚えてないんだよね。あー、そっか、ここはあれか、うん。ヒロ TV さんからのコメント、コメントありがとうございます。ドラクエ8っていい話が多くて、多いですよね。もしドラクエの世界に行けるのなら主人公を助けたいと思いました。ダルさんはどうですか？ドラクエの世界に行けるのなら何がしたいですか？あとドラクエのシリーズの中でどこへ行きたいですか？まとめると、うん、ドラクエの世界で何がしたくて、どの世界で何をしたいかですよね。っていうことですよね。ですね、自分はね、コメント返信させていただいてますが、ドラクエ7のコスタールに行って、コスタールのカジノで豪遊したいです。豪遊したいです。そしてここは何もなかったです。はい。ということでね、コメントありがとうございました。一回、カジノ行ってみたいですね。あれしかわかんないけど。ラスベガスぐらいしか自分カジノわかんないけど。シンガポールにもあるっけ？ただカジノあるとこね、ギャングの温床になるからね。それがちょっと嫌だけど。一回行ってみたいよね。遊んでみたい。ここに行きたいんだよ。で、ここに行くにはなんかレティスがいないとダメっていう話だったよね。で、ちょっと下見に来てみたんだけど、レティスってどうやって会うんだったっけなっていう話ですね。はい、困りましたね。じゃあまあゆっくりと探索していきましょうかね。現在地はここです。はい、普通に上陸できるとこありました。自分、聖地ゴルドって言ってたよね、多分ね。間違い間違い。サベルラですね。サベルラ地方です、ここは。じゃあバームレンの鈴使っていきますかね。上陸できましたね、普通に。あ、ちょっと地図見てもらおうかな。そしたら、こんな感じになってます。はい。おー、怖っ。大画面で行きます。大画面の方が動きやすい。フィールド宝箱はもう裏で回収って形で。あ、そうそう。最後の鍵。結構ね、うん、あれ、この動画が上がるのラグあると思うけど、もうすでに最後の鍵入手した後、この宝箱に行きましょうっていう動画を出したんですけれども、そこで確保できたのが星フルでは、鋼の鞭、ムーンアックス、バトルフォーク、あ、これはでも魔法の鍵でできるか。あとは何かな、力の盾とかか、を入手できてます。うん、だから結構変わってますね。そうですね。古びた剣とかもいずれ使うのかな。お、ついたついた。ほとんど物購入しないでここまで来たけど、意外といけるもんなんですね。錬金と、あと、宝箱の中身で。ちょっとびっくりだな。この BGM ですよ。すげえな。ちょっと物見ていきましょうか。結構いいもん売ってんじゃないですか？そうでもないな。あ、パルチザンがちょっと強いかぐらい。バトルフォークより。ここは、そうですね。もう、防具は鉄仮面がちょっと強いくらいかなって感じで、2とかしか上がんないから別にいいや。あ、これ開けられますね。あ、やった。ありがとう。これ奥のも、あ、これも開けられるのか。こんな目の前で、宝箱開けちゃっていいのか。賢さの種。なるほど。道具屋ですね、これはね。金のロザリオ。多分1個しか持ってないよね。1個買っとこ。確かこのおっちゃんじゃなかったっけ？違ったっけな？いろんな噂が見えない。そうそう。ライトシャーム、ん？ライトシャムシールというとても珍しい剣の噂。ルーンスタッフとライトシールド、光のドレスで作られるその剣は普段はとても剣には見えないそう。ところが敵の姿を認めると剣が一人でに戦いの姿になるとか。シャム猫のシャムだよね、多分ね。
シールっていうのはどういうことなんだろうな。貼り付く？切り替える的な意味で？ちょっとよくわかんないですね。誰かからね、情報を聞き出さないとフラグが立たないやつなんですよね。どうすんだったっけなぁ。たか、昼間じゃないと、お？フォーグさんとユッケさん、二人とも無事に、形状の試練を乗り越えることができて、よかったです。一応ここの動画でも言っときますけど、このフォーグさんとユッケさんを、助けることでベルクラックのカジノが使えるようになるんですけれども、うん。そのイベントは動画にはしませんでした。気になる方はぜひ購入された上でプレイしてみていただきたいなと思います。これからは、二人で協力し合って、カジノを経営していくのね。普段喧嘩していても、本当は、とっても仲のいい兄弟なのかも。思い返せば、ミーティアとあなたも、昔は喧嘩をすることがありましたね。あ、そうだったんだ。血のつながりはないけれど、あなたはミーティアにとってお兄様のような存在でした。でも今のあなたはお兄様というより、ううん、何でもないの。おやすみなさい。そう、不思議な泉以降からかな。ベルガラック以降かな。あ、違うな。サザンビーク以降か。から、宿屋に泊まるとこうやってミティアが出てきてね、お話しするようになってるんですよね。おほ、あ、これこれこれ。キャプテンクロー、光の海図っていう地図を持っていたらしい。なんでも光の海図があれば、すんげえ島に行けるらしい。そう、ここら辺の情報を集めなきゃいけないんだよ。そっか、やっぱりサベルラまで、大聖堂まで来なきゃいけなかったんだな。よかった、来て。そう、その海図があると、うん、レティスのいる島まで確か行けるようになるんだったんだよね。あ、話聞かなきゃいけないスタイルだったはず。それですごい PS2 版すごい苦戦したんだよね。自分さ、話を聞かない人だからさ。この人だったような気したんだけど違ったか。この人って話しかけられないよね。そうだよね。裏から行けばおっちゃん話し、あ、ダメだ。裏からでもダメだ。うん。東の大陸の川を下ってるとき、橋の下に怪しげな洞窟があった。こいつは発見、大発見だぜ。きっと噂に聞く大家族、これだ！入口に鍵がかかってて奥に入れなかった。あ、これあれですね。もうこれで大丈夫だと思う。むしろこれ話聞かなくても大丈夫だったかもしんないな。トロデン城くらいから確か近いんじゃなかったかな。船で行かなきゃいけなかったんだよね。で、バウムレンで行かないとちょっと遠いですね。船まで遠い。あ、すげえ遠い、船まで。マジか。めっちゃ、すっげえ遠いな。遠いな。あ、でも、やっと。オッケー。まだ結構あった。あ、全然。んどうなってる俺。ここか。おっつつ。オッケー。多分だけど、この辺。あ、なんか右上にあるぞ。ちょっと待ってね。確かこの辺だったはずなんだけどな。あ、右上に、左上に見えるのがさっきのあれだ。監獄みたいなとこだ。どこだったっけな。これかな。この川じゃなかったっけな。違ったっけかな。これ、大陸が分断されてるじゃないですか、川。確かこれだったような気すんだけどな、違ったっけな。違ったら申し訳ない。カットな。一応、このまんまちょっと進めようか。今回は。あー、なんかぽいですね、でもね。この上陸せずに進んでいける感じ。多分これだな。エンカウント多いな。
またスキルの割り振りもちゃんとやんないとダメですね。キャプテンクロー戦どうしよう。キャプテンクローはね、ジェシカの技で完全に相殺できるんですけど、相殺？封殺か。封殺できるんですけど、今回はそれなしで戦うけど、どうやって戦おうかな。今の装備でまあ戦っていくことにはなるんだろうけれども、ちょっと技強化したいなっていう感じがあるんですよね。ボス戦前で少し割り振り考えるか。割り振りますか、また。あ、多分これだな。うん、この上陸できない感じが多分そうだ。おー、いいな、エンカウントがいらないでしょう。どうせ逃げるんだから。これ、普通にこれで、歯は貫通したら最悪なんだけど、どうしよう。貫通ワンチャンあるんだけど、これ。大陸、横断にしても敵多いな。トフェロス撃ちたいけど、今覚えてないしな。これいいのか合ってるのかな。なんか違う感じしてきたな。なんか違う感じしてきたな。これ下なんじゃない？これ。一個下のラインなんじゃない？違う？あ、でもこの橋。見覚えあるような気する。ほーら。あったー。よかったー。ちょっと心配だったけど。オッケーオッケー。さあ、ザコに阻まれていきますが、さあ。やったー、入れたー。これだ、間違いねえわ。よし。じゃ、行きますか。とりあえず左の小部屋から行こうか。おー。エビ逃げてく。宝箱が、もうすでに開いてるのは非常に残念だな。何もねえ。不思議な木の実、ありがとう。ここもなんもなさそうだな。やっぱりあれなんですね。最後の鍵がないとここは来れないようになってるんですね。ちゃんとね。お？かっけえ。見た顔だと思ったら、ヴィーナスの涙をプレゼントしてくれた親切なご一行じゃないか。それにしても随分珍しいところで再会したもんだね。てめえはゲルだ。一体どうしてここに。何でも噂によると、ここにはあの大海賊キャプテンクローのお宝が眠ってるって話じゃないか。私はお宝って言葉に目がなくてね。こうしてわざわざ船を仕立ててやってきたってわけさ。見たところ、あんたたちも目的は同じみたいだね。ふん、面白いじゃないか。それじゃあ海賊のお宝を手に入れるのは早い者勝ちってことだね。そうと決まったらのんびりはしてられない。私は一足先に行かせてもらうよ。おい、待てよ。勝手なことばかり言いやがって。それにここには魔物も出んだろ。お前一人でお宝がある場所までたどり着けるもんかよ。見くびってくれるじゃない。あたしの忍び足の実力はあんたも知ってるだろう。魔物どもなんかに見つかるようなヘマはしないさ。動きの鈍いあんたとは違ってね。確かに速そうだな。素早そう、ゲルダさん。ゲルダさんの後ろ姿とさ、後ろ姿の後ろ髪型とさ、ヤンガスの、この被ってる帽子みたいなやつの、トゲトゲ感がすごい、そっくりなんだけど。なんですかね、パイナップルコンビかなんかなんですかね。あ、すごいな。これなんかもう、洞窟っていうかなんか、部屋がね、なんか、ありますね。至るとこに。すげえな、眠るとこまであんじゃねえか。3500、ありがたい。どうしてもエイトお金がなくなるからな。メダルありがとう。
次何もらえるって言ってたっけな、なんだったっけな。あと1、2枚で確かもらえるようなあれになってたんだけど、なんて言ってたかな。これは拷問部屋か？ローかな？あ、ローっぽいですね。ありがとう、小さなメダル。おお、奥敵いっぱいいるな。いつの間に湧いた？いや、結構がっつり探索しちゃって、おお、レッサーデーモン。いや、多分色違いだな。レッサーでもないな、これは。より強いレッサーデーモンだな。そんなとこに居座られてどうしようもないじゃないですか。ヒヒヒヒヒ。リップスパイセン？それは買わせないわ。なになになに？何リップスこれ。マジックリップス。MP 吸われそう。めっちゃ MP 吸われそう。スルーで。OK。お、ゲルダさん。キャプテンクローの教室。どうにも匂う。そうっすか？悪魔の武器。バトルフォーク毒針で強化、デーモンスピアが出来上がる。悪魔の力が時々息の根を止めることもある。そっか。あ、でも悪魔の尻尾使うのか。ところどころ破れた古い日記帳。うん。栄光と勝利に彩られたものであった。だがそんな私に悔いがあるとすれば、慎重の島に入れなかったことだ。すでに年老いて旅立つことも叶わぬ私は、かの島への道を記す唯一の手がかりを、秘密の宝物庫に封印した。我が志を継がんとする者よ。この部屋に隠された扉より奥へと進み、我が元までたどり着くがよい。ほほう。どう見てもこれだよね。秘密も何も。おー、普通に開いたね。隠し扉っていうかもう。